はい、コナンです。女神ヒストリアやっていきたいなと思います。これはですね、スマートフォン iOS Android 向けのですね、まあ、ロールプレイングゲーム新作になります。2020年配信開始予定ということなので、まあ、今プレイするのはですね、開発中のクローズドベータテストバージョンになります。3D グラフィックがね、むっちゃ綺麗で、開発しているのは中国のね、ディベロッパーで、あのパーフェクトワールドモバイルとかね、ラングリッサーとかね、まあ、結構対策ロールプレイングリリースしてるとこなんだけど、今回日本向けにローカライズして、タップでターン制のねロールプレイング、精神を研ぎ澄ませば星の力が見えるわ。ギミックはかっこいいよね。いきなり最初からボスか。普通の攻撃じゃダメか。仕方ない、あれをやるしかない。行くぞマーリン。あれってなんだよ。スキルを貯めて出していく。なんか勝てそうな気がしてきた。なんかこの人形型の兵器ロボっていうのかな、それに立ち向かって、人形兵器。どうやら今回の魔物の侵入は単純じゃなさそうだ。見て、あれは。なぜ、早く逃げろ。でフルにね、キャラクターボイスがね、まあ、声優さんでねできてるんで、まあ、それもね日本向けにちゃんとできてます。ごめんね隊長、外の片付けにちょっと時間かかっちゃった。ち、面倒な連中に目をつけられたようだな。少しは油断したが、まだまだ青いな。魔物ここからはマルコの指導時間だよ。まずは属性の相性について紹介するね。属性か。英雄には地、火、水、光、闇の5属性があるよ。地は水に強くて、水は火に強く、火は地に強く、光と闇はお互いが有利になる属性だよ。上にある緑色の矢印は攻撃する英雄がその魔物に対して有利っていう意味なの。これは分かりやすいよね。まあいわゆる三すくみってやつだよね。マルコの力を見せてあげる。せいやだったこれ必殺技は。いい攻撃だね。これで魔物たちもおしまいだ。まあ、でも分かりやすくていいよね。100% の物理ダメージ、叩き打ちで相手を決めてタップ。なるほど。よし、勝ちました。レベルアップです。クソガキが、よくもほら、チップ。ただのチップじゃないぞ。このチップは素晴らしい活躍をした人を表彰するものだよ。こう使ってみれば。でキャラクターの名前がね、まあ、マルコポーロとかね、なんか世界の偉人らしい。
破成功。レア度が上がっていくパターン。機能解放、覚醒。またマルコの死、これが大タレントスキルの解放条件を満たしているね。結構育成が覚醒。で基本プレイ無料なんでアイテム課金、まあいわゆるガチャだよね。召喚。お、SR キューピット。可愛いじゃないか。キャラが可愛いよね。これでも戦えるのか。ウェイトレスさんにしか見えないんだけど。すみません、お邪魔します。あれ、あなたは酒場のキューピット。いきなりすみません。また皆さんに会えて嬉しいです。すみません、私も皆さんと一緒に戦わせてください。いや、そこの可愛らしいお嬢さんも戦うのですか。意外ですね。ですが乱暴な戦いは女の子にふさわしくありません。その綺麗な顔が傷ついてしまったら私だけでなくこの世界が悲しみます。よろしければ私の後ろの支援ポジションであなたの可愛さと愛情で私のために応援してくれませんか。わかりました。頑張ります。なんだよその支援ポジションってさ。スキルは発動できない。属性、なるほど。同じ属性で揃えると、まあ、種族効果みたいなね、なんかつくらしい。なんだあのお菓子食ってるピンクのあのポケモンみたいな光のステージ。なんだこの技は。バイオリンからの、おお、シールドいいんじゃないの。 100%。 なんか独特な世界観あるよね。ピンクのねポケモンが非常に気になる。これは何だ。お、支援した。なるほど、直接攻撃はできないんだけど。お、なんだこれ、めっちゃ強いポケモン。なんかずっと菓子食ってるポケモンみたいな。バラ、バラからの断崖。いくぜ必殺技。おお、すげえ、2200円。勝ちました。さあそして勝利報酬。お、なんかいろいろゲットしたぞ。話になりませんね。綺麗な袖口が汚れてしまいましたよ。あの、よろしければ私に綺麗に洗濯させてもらえますか。助けてくれてありがとうございます。とんでもございません。少女と芸術の守護者として可愛く可憐な女の子を守りたい。ずっと僕たちをからかってたんだな、ホームズ。わからなかったかな。君たちが愚者の言葉を口にした時点でスパイだってことはもうバレバレ。あとはゆっくりもてあそぶだけさ。いいね、君たちのその絶望した表情を見るとこの長い演出を頑張った甲斐があったよ。聞けろだって演技するのが大変だから。というわけで
しい時間が過ぎるのはいつも早い。愚者殿、そろそろ幕引きの時間。キケロと素晴らしい時間を過ごしてくれたお礼として、君たちが死ぬ前に暗闇で最上級の苦しみを体験させてあげる。プロの道、イベント。一体のガーディアンを出陣？支援は含まない。行きましょうか。お、ピエロ。さあ戦闘開始。金髪の青年がむっちゃ強え。さあいきなり行くぜ。よっしゃ。うわ、ピエロめっちゃ強え。しかも石にされたぞ。そのうち戻るのか。なんかさばくっている。お、なんだこれは。パンダ爆弾。おお、すげえ。なんかこの必殺技が、技がなんかすごいよね、世界観が。お、勝ちました。ピエロ弱いじゃないか。レベルアップです。さあプロの道、そして初回クリアボーナス。後ろだ。面白いね。まさかこのキケロを倒せるとでも思った。